にちは、魔女のまじみちゃんだよ。私たち日本人にとって2021年の F1 シーズンは特別なものになりそうです。その主役は何といってもホンダのパワーユニットを搭載するレッドブルが最強メルセデスの牙城を崩せるかもしれないこと、そして7年ぶりの日本人 F1 ドライバーとなった角田裕毅がすごすぎることと言えます。ホンダがトップチームであるレッドブルにパワーユニットを供給し始め今年で3年目、そしてそのホンダから紹介されたことがきっかけでレッドブルの育成ドライバーになり今年で3年目を迎えた角田裕毅。このように確実に進化成長してきたホンダと角田裕毅ですが、残念ながらホンダは今年がラストイヤーとなるのです。今回は2021年の F1 シーズンの主役ともいえる日本のホンダと角田裕毅の今後について考えてみたいと思います。将来のカーボンニュートラル実現に集中し取り組んでいくために F1 への参戦を終了するという判断をしました。これがホンダの F1 活動終了の理由です。しかしインディーカーや MotoGP はこれまで通り継続参戦することが決まっているため、明らかにこの F1 活動終了はパワーユニット開発に巨額な開発費が必要なこと、 F1 参戦に対する見返りが非常に少ないこと、そしてコロナ禍における市販車の販売数が大幅に減ったことが原因ではないかとも言われています。2020年の欧州の新車販売台数をメーカー別に見てみると、トヨタが前年比 13% 減の約70万台となり7年ぶりに減少しました。前年比 26.5% 減の日産が約29万台、マツダは前年比は 41.7% 減で約15万台、三菱は約10万台となり前年比は 30.2% 減となっています。 F1 に参戦しているメーカーを見てみると、メルセデスベンツが 17.3% 減の約74万台、ルノーは 22.9% 減の約82万台となっており、 F1 からの撤退を決めたホンダは前年比 33.9% 減の約8万台となっています。このようにコロナ禍における欧州での新車販売台数はホンダだけではなく全てのメーカーが減っていることがわかります。この数字だけを見てしまうと、ホンダは F1 に参戦していないトヨタや日産、マツダ、三菱に販売台数で負けており、メルセデスやルノーには約10倍の差がついてしまっているのです。しかしホンダは新型コロナウイルスが発生する前の2019年には全世界の新車販売数で8位につけているので、今後は他メーカーとともに徐々に販売台数は元に戻ってくると思われます。しかし F1 参戦のメリットを考えた場合、ここ数年一度も優勝していないルノーにも大きく遅れを取っているのです。つまりホンダのパワーユニットを搭載するレッドブルやアルファタウリが F1 で優勝しても新車販売台数にはさほど影響していないということがわかります。近年のメルセデス一強の F1 の世界では間違いなくホンダが勝つと盛り上がります。しかしその見返りがここまでないとなると、 F1 からの撤退も致し方ないかなとも思えてきます。一方全世界の2020年のバイクのシェアを見てみると、ホンダは 24.43% で堂々の1位となっており、 13.05% で2位のヤマハと合わせるとその2メーカーだけで約 37% を占めています。つまりホンダは二輪レースの最高峰の MotoGP をやめる理由は何もないのです。同じく2019年の米国での新車販売台数でホンダは5位となっており、やはりインディーカーをやめる理由はないのです。このように F1 参戦は一番お金がかかり、メインの欧州ではあまりにも見返りがないと言えるのです。ではもしこれからホンダが最強のメルセデスを倒しタイトルを獲得できるようなメーカーになったらどうなるのでしょうか。ホンダは2015年から F1 に復帰していますが、
当時タッグを組んだマクラーレンとは残念ながらお互いに失敗と言える時期を過ごしました。しかしレッドブルグループに拾われたことで今や最強のメルセデスをしのぐほど素晴らしいパワーユニットの開発が実現できました。そしてトロロッソ、アルファタウリで4年目、レッドブルと3年目を迎えた今シーズンは開幕戦からスロースターターを払拭するような躍進を遂げたのです。つまりホンダはトップチームのレッドブルと共にタイトルを獲得できるところまで来たということになります。そんな中、来年以降のタイトル獲得となるとそこにはホンダの名前がないのです。つまりホンダは2019年のブラウン GP の再現となる可能性が高くなるのです。そしてホンダの育成ドライバーの角田裕毅の存在もホンダにとってはあまりにももったいないのではないでしょうか。これに対してイギリスのジャーナリストはこう語っています。ホンダの F1 活動終了には大きな疑問符が2つつく。まずホンダはレッドブルのシャーシでチャンピオンシップの頂点に立つ可能性が高いということ。もう一つは角田裕毅という存在だ。彼は近年 F1 に参戦した中で最もエキサイティングなルーキーといえる。ホンダにとって最悪のシナリオは角田が大きな競争力を備え今後レッドブルに昇格することだろう。日本人ドライバーがタイトルを狙える状況になった場合、そこにホンダはいないのだ。 F1 にホンダはいるべきだと思うが、ラストイヤーでもしタイトルに手が届いたとしたら撤退の判断は誤りだったというより完璧なタイミングのようにも思える。ホンダの名前が F1 から消えてもレッドブルのおかげでその技術は生き続けます。しかし先々にはポルシェなどを含みレッドブルが新たなメーカーとタッグを組んだ場合、その技術も継承される可能性もゼロとは言えません。後にも先にも現代の F1 の世界でここまでホンダを信頼し共に成長できるチームはないのではないでしょうか。レッドブルもアルファタウリも、そしてマックスやペレス、ガスリー、そして何より次世代のエースである日本の角田裕毅にとってはホンダは必要ではないでしょうか。世のため人のため、自分たちが何かできることはないか。これはホンダの創設者である本田宗一郎氏の言葉です。この志に向け情熱を燃やすことこそがホンダイズムと言われています。4月1日にホンダの新社長となった三部氏はあまりモータースポーツに積極ではないと言われています。そのため現実的には F1 撤退の撤回は今のところ非常に難しいと言えます。しかしレッドブルやアルファタオリ、そして日本人の角田裕毅が頑張れば何かが開ける可能性もゼロとは言えないので、日本人としてはそれに期待したいですね。ホンダイコール F1、世界の多くの人にはこのイメージが少なからずあると思うので、それを完全に消し去ってしまうのはあまりにももったいないのかもしれません。これから私たちにできることは全レースとにかく全力で応援することですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。バイバーイ。